ぷぷぬぬだよ。皆さんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今回はですね、東京都小平市にあるジェイトリムさんにお邪魔しています。ね、何をしていただくかと言いますと、私のサブカーのコペンさんをフルラッピングしていただきます。前回ですね、クラウンの部分ラッピングの動画を出しまして、見ていただいた方も多いと思います。でそこでですね、私ラッピングの魅力に取りつかれてしまいまして、今回はですね、思い切ってフルラッピングをしていただきたいと思います。今回はフルラッピングということで、また施工方法なんかも違ってくると思いますので、ちょっとラッピング興味あるなっていう方はぜひ最後までご覧ください。それではまず施工する前のコペンの状態を見ていきます。まずこのボディカラーなんですけど、本当にこのオレンジがすごく気に入って買ったんですけど、ここのルーフのところ、これもこれでかっこいいんですけど、ここの黒が本当にちょっともうちょっとなんていうんですか、アレンジを効いた色になればいいなと買った時から思ってました。この車中古で買いまして、結構状態はいい方ではあったんですけど、ところどころ小傷が目立ってまして、例えばここですね、ここフォグランプの下に結構深めの傷があるんですけど、これ買った時からついてましたね。で施工する箇所はまずここオレンジのところ前面ですね。あとドアミラーなんですけど、ここのミラーはですね、ちょっと私が凝ったデザインを入れていきますので、皆さんどんなデザインにしたか楽しみにお待ちください。あとルーフですね、ドアハンドルもちょっと色を変えていきます。リアの方も一面ちょっと色変えていくんですけど、リアのポイントはこちらです。ここのディフューザーもですね、ツートンになっていて、これもかっこよかったんですけど、ここもまた個別で色を変えていきたいと思います。なのでこのコペンがどんな感じに変わっていくかっていうのを皆さん最後まで見ていただければと思います。それでは今回施工するにあたりまして、 J トリムの営業担当の千葉さんと、あと職人さんの平松さんと岩木さんです。よろしくお願いします。今回フルラッピングということで、部分ラッピングとフルラッピングの違いってありますか？基本的には外すパーツが多いですね、でパーツを外すことによって、いつもより奥にシートを貼り込むことができますので、より塗装に近いそういった仕上がりにすることができます。なるほど、外して細かいところまで貼っていただけるんですね。今回フルラッピングだとどのぐらいの期間になるのでしょうか？3日間くらい。はい、わかりました、ありがとうございます。で今回もですね、前回のクラウンと同様 3M さんのラッピングフィルムを使っていただきます。はい、今ですね、実際に使うラッピングフィルムをこんな感じで並べていただきました。実際にこうやって大きく並べてみるとまたイメージとかも変わりますし、ちょっとこれでは分からなかった光沢感とかも見れてとっても楽しいです。だいたい1枚でこう継ぎはぎなしで貼れるものなんですか？そうですね、ボディの形状にもよるんですけども、だいたいは1枚で施工することできます。はい、で今回のフルラッピングにかかった大体の費用だったりとか、あとラッピングした後のメンテナンスの仕方なんかは動画の後半でお伝えしていきますので、皆さん最後までご覧ください。でまず最初に外せる部品をほとんど外していただきました。まずここですね、フロントのバンパーのところと、あとここのミラーと、そしてドアハンドルも外していただきました。内側の方も内張りをこんな感じで外していただきました。そしてリアの方もですね、エンブレムも含めてリアバンパーの方も外していただきました。それでは実際に施工の方がスタートしまして、今はですねルーフの方に貼り付けていただいてます。でコペンはオープンカーなので、ルーフに貼るときはこんな感じで途中で止めて貼っていきます。コペンのようなちょっと特殊な車でも職人さんがしっかりと丁寧に施工していただいているのが分かります。まだルーフのこの真ん中のところだけなんですけど、それだけでもだいぶイメージが変わりますね。
今ボンネットの施工の方に入っていただきまして、まだヘラとかヒートガンとかそんなに使ってないのにこれだけピタッと密着してくれてます。やっぱりこれも 3M さんのフィルムの施工性の良さだったりとか、職人さんの技術力の高さっていうのがすごく伝わってきますよね。ここでですね、 3M さんのこのラッピングフィルムの特徴をお伝えしていきます。今後ろの台紙を剥がしてもう糊面になってるんですけど、こうやって施工面に力を入れない限りくっつかないんですね。なので自由に位置決めができます。で、つけたいなっていう場合はこういうふうにちょっと力を入れてあげるともうこんな感じでくっついてるんですね。これが圧着粘着というものになります。このような特性があれば広い面での位置決めなんかもしやすそうですし、仮にもし間違えちゃってもこんな感じですぐ剥がすことができますので、やっぱり 3M さんのラッピングフィルムは施工性がかなり高いなと思います。それではここで 3M のラッピングフィルムの2つ目の特徴をお伝えしていきます。お願いします。おお、脱皮してるみたい。こんな感じで 3M のラッピングフィルムにはものによるんですけど、保護フィルム付きのものがあります。特に今回のこのライトアイボリーのようなグロスタイプだと傷が結構目立ちやすいので、そういったものには保護フィルムが付いています。保護フィルムを外す前も綺麗だったんですけど、外すとヘラの傷とかがなくなりますのでより綺麗になります。今ですね、ドアパネルの方に貼っていただいていて、もうほとんど完成に近づいているんですけど、純正のようなピタッと密着している感じがしてます。特にここミラーの付け根のところと、あとドアノブのところですね、そこもですねすっごく細かいんですけど綺麗に切り抜いていただいてます。ここですね、ここの際のところとかもすごく綺麗に貼っていただいてまして、でこっちになるとゴムの幅が変わってきますので、このゴムの下にフィルムを入れるような感じで貼っていただいてて、すっごく繊細な作業ですよね。おはようございます。2日目の朝です。でこんなに朝早くからもうお二人で作業していただいているんですけど、実はもっと朝早くから作業していただいていて、もう本当に感謝しかないです。今日の作業はこちら横のドアパネルとフェンダーですねをまたアイボリーにしていただきます。岩木さんのこの長いご経験の中で 3M のラッピングフィルムって施工者さん側からしてどうですか？そうですね、はい、カーラッピング専用のフィルムを作ってくださっていますので、はい、うん、この商品本当によく伸びたりだとか、はい、本当にこういう湾曲しているボディとかに本当追従してくれるので、はい、そしてあとエアが本当に抜けてくれるの で、はい、施工側からして、はい、かわしても本当に扱いやすいとか、はい、施工しやすい、本当そういった商品出してくれているのでありがたいです、はい。うちも以前ですね、ちょっとフィルムを貼るっていうのをやらせていただいたんですけど、はい、素人でも本当に空気が入らないので、うん、すごくやりやすそうだなっていうのは私も思いました。ラッピングですとここのドアの内側のところは貼らない感じですよね？あ、そうですね、うん、基本的にはこの辺りぐらいまで貼っておけば問題はない感じです。ドアの開閉で剥がれてくるっていうことはあまり考えづらいですね。あ、そうですね、はい、はい、ここまで貼っておけば大丈夫だと思います、はい、ありがとうございます。こちらでは今平松さんにドアノブの施工をしていただいています。で、見ていただきたいんですけれども、
すごいポイントがもう何点もあるんですけど、まず一つ目はあまり普段見えない裏側までこんな感じで綺麗に丁寧に貼っていただいています。実はですね、これ裏と表で2枚で貼っていただいてます。こちら表で、こちら裏ですね。このつなぎ目です。カメラでは本当若干しか見えないと思うんですけど、すごく綺麗にここの自然な感じでつなぎ目になってますよね。でここのつなぎ目なんですけど、もともと純正のパーツもここにつなぎ目がありまして、それと同じところにフィルムもつなぎ目を作っていただいてるんですね。なのでこういう小さなパーツにも職人さんの技術力がすごく見えますよね。本当にこだわりを持って作っていただいています。見てください、今タイヤハウスのあのボルトのところもしっかりとフィルムをくり抜いて丁寧に貼っていただいてます。タイヤハウスのカバーも少しめくった状態で貼っていただいてますので、こういった細かいところが最後組み立てした時に本当に純正かのようなピタッとフィットするような感じに仕上がるのかなと思います。今ですね、ミラーのところに貼っていただいてるあの緑のテープなんですけど、こちらは 3M さんのナイフレステープという商品になります。でこのナイフレステープを使うことによってカッターを使わないでフィルムを切ることができるんですね。なのでボディを傷めずにラッピングフィルムを切ることができます。上下あっちの3枚か3枚ですね。2枚、3枚、ここ3枚な、全然わかんないわ。今回はですね、ドアミラーを私がわがままを言ってしまいまして凝ったデザインにしていただきました。で今はですね、仮合わせの最中です。これが実際にどのようなデザインになるかっていうのを皆さん引き続きお楽しみにお待ちください。おー、いいです、すごい、全体的にものすごくマッチングしています。それでは今はトランクのフィルム貼りの作業をしていただいています。でコペンのトランクの形状なんですけど、セロはコペンシリーズの中でも一番丸みとかボコボコしてるのが多いモデルなんですね。 R が強い面があったりとかで難しいポイントになっています。本来ならばフィルムを2枚使ってこう継ぎでやっていくのがスタンダードらしいんですけれども、 J トリムさんの職人さんが気合を見せてくださって、なるべく仕上がりが綺麗になるようにということで1枚で貼っていただいています。私自身もとっても仕上がり楽しみですし期待もしています。おはようございます。3日目の朝です。今のコペンの状態はこんな感じでほとんど完成に近づいています。まず今日はこのオープンにした時にここのヘッドレストっていうんですかね、これが見えますのでこれに色をつけていっていただいてます。こちらの方ではリアバンパーの貼り付け作業をしていただいています。でこちらにですね、もう出来上がったフロントバンパーがあります。もうこちらもですね、職人さんが昨日夜遅くまで作業していただいて、朝来た時本当にびっくりしました。でこんな感じで ものすごく綺麗ですよね。ちなみに私はもう本当にわがままを言ってしまいまして、こちらですね、フォームを社外品に取り替えていただきました。
もうちょっとせっかくこうバンパーが外れてますのでやっていただいたんですけれども、この作業はですね本来 J トリムさんでは行っておりませんので、もう本当に申し訳ないです。ありがとうございます。リアバンパーもすごい複雑な形してるな。リアバンパーも見ていただくと分かるんですけど、ものすごい複雑な形をしていますので、フィルムを何枚かに分けてパーツごとに貼っていただいてます。例えばここですね、テールの内側でライトが入るとほとんど見えないところではあるんですけど、そういったところもこんな感じで綺麗にラッピングしていただいてます。本当になんか自分の元々の車じゃないみたい、新しい車を買ったみたいな感じです。はい、というわけでですね、今3日間にわたる全ての工程が終わりました。で、完成した姿がこちらです。もう全く前の面影がないですよね。ラッピングの表現力の自由度っていうのが伝わってくると思います。まず私の中でコンセプトというかテーマがレトロ欧州車っていうのが大体のイメージだったんですけれども、それに合わせてまずこのボディですね、ボディはライトアイボリーという色にしていただきました。で、グロスタイプなのでこんな感じで結構ツヤも出てますよね。ボンネット開けてみるとこういうところの縁もしっかり綺麗にラッピングしていただきました。タイヤハウスのところですね、この辺もしっかりとラッピングしていただいて、本当ラッピングしたようには見えないような完成度ですよね。サイドはですね、ここルーフとあとドアノブですね、 A ピラーのところもキャラメルラスターというお色にしていただきました。そしてこのドアステップのところなんですけど、この辺もよく見ていただくと分かるんですけど、ちょっと折り返してるんですね。なのでドアの開閉ではめくれないようになっています。そして今回ですね、一番こだわって作っていただいたのがこちらのドアミラーです。コンセプトにもあった通り、ちょっと欧州車っぽい雰囲気を出したかったので、こちらにユニオンジャックを入れていただきました。このキャラメルラスターの上にまたさらにラッピングをこう重ねてるんですね。で、職人さんが一つ一つここの角度とか見ながら貼っていただいたので、ものすごくこだわりが詰まっているドアミラーになっています。左右対称になるように職人さんが何回も何回も細かく調節していただきました。もう本当にこの辺もこだわりがかなり詰まっています。リアのこのトランクの部分はですね、コペンはちょっと独特な形状で、こういった形状だと普通は2枚で貼ってこのつなぎ目ができてしまうのがスタンダードらしいんですけれども、仕上がりをとにかく良くということで、もう職人さんがですね気合でなんと1枚で貼っていただきました。なのでもうつなぎ目とかも一切できてなくて、とっても綺麗です。ディフューザーはもともと黒だったんですけど、ここをちょっと差し色ということでバンパイアレッドにしていただきました。で、コペンはですねシートも赤ですし、あとユニオンジャックの真ん中の十字のところも同じバンパイアレッドを使っていただいてますので、とっても相性もいいですし、結構引き締まってますよね。オープンにしてみるとこんな感じでルーフが格納されるので、ルーフのキャラメルラスターがちらりと見えてるんですね。これもとてもおしゃれでいいなと思ってます。あとヘッドレストの裏側なんですけど、最初黒いカーボンにしようと思ってたんですけれども、J トリムさんの方からこういうちょっとふわっとした色の方がいいんじゃないというアドバイスいただいて、同じキャラメルラスターにさせていただきました。ここはですねオープンした時しか見えないところなんですけど、ここもですねさりげなくおしゃれでいいなと思います。はい、というわけでお三方本当に長い時間施工していただいてありがとうございました。今回私初めてフルラッピングの取材させていただいたんですけど、ラッピングされるお客様はどのようなお客様が多いんですか？自分の大切にされているお車のイメージを変えたいとか、はい、中古車で好みの色ではなかったので色を変えたいとか、はいはいはい、
あるいは走り込んでいる車を外装を一新したいという方もおられますし、ワンポイントで少し違う色にして車の全体のイメージを変えたいという、そういうふうな用途でラッピングされる方もいらっしゃいます。いろいろな用途にラッピングって使われてるんだなと思いますし、幅広いお客様からもご注文をいただくんだなと思います。ラッピング施工後の洗車の仕方とかメンテナンス方法があれば教えていただきたいなと思うんですけれども、基本的には、洗車機の使用は控えていただいてほしいです。そして、洗車される時も柔らかいスポンジで水洗いをお勧めしています。洗浄剤使う時は研磨剤などが含まれてないものを使ってください。そして基本的にワックス、固形ワックスとかですね、そういったものをフィルム面を犯してしまう場合がありますので、その使用も控えていただきたいです。本当に私このラッピングがめちゃくちゃお気に入りですので、その方法をしっかりと守って長持ちするようにさせていただきます。私ども J トリムジャパンでは、お客様施工いただいた方1年間ですけども、メンテナンス事項を守っていただいた方に剥離とか浮きがあった場合には再施工サービスでさせていただき、そういうことを用意しています。私みたいに初めてラッピングをしたっていう方なんかはとてもそういう保証があると安心ですよね。動画を見ていただいている視聴者さんの中にはラッピングしたことないっていう方が多いと思うんですけれども、ラッピングの相場だったりとか費用の決まり方っていうのを教えていただいてもいいですか？費用は車の大きさと、あとはお客様がどこまでの品質を求められるかで変わってきます。車が大きければ大きいほど材料シートを準備することも必要になりますし、作業をする時間もやっぱりかかりますので、それだけ費用が膨らんできます。それとあと品質の方は、お客様が例えばドアノブとか、ルーフであるとか、そういう細かい部分を貼るか貼らないか、そういうところでも変わっていきます。使うフィルムの種類によってお値段が変わってくるっていうことはないんですか？そうですね、大きな違いはありません。分かりました。ちなみに今回私のコペにかかった費用はこのくらいです。皆さん参考にしてみてください。この動画を見ていただいている方で J トリムさんにお願いしたいという方いらっしゃったら、ご相談とかご予約はどうしたらいいですか？はい、お得な情報がホームページとか Facebook に載せていますので、そういったところをチェックいただきながら、ホームページもしくは電話で問い合わせていただけたらと思います。説明欄にあるリンクから飛んでいただくと、こんな感じでチェックサンプルを取り寄せることができます。なのでお店に行かなくても、まず色味の感じだったりとか素材感とかをご自宅で見ることができますので、皆さんそちらの方も参考にしてみてください。今回施工していただいた J トリムさんはですね、カーラッピングのトレーニング会社になっています。また 3M のラッピング資格者が多数在籍していて、随時講習会も開催しているそうです。でこの3日間ですね、本当に間近で技術見させていただいて、 J トリムさんの技術力が本当にすごいなと思いましたので、DIY でちょっとやってみたいなとか、施工の方も含めて興味がある方はぜひ J トリムさんにお問い合わせの方をお待ちしております。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。